現在画面右上にいるのが今回の防犯ビデオにおいて犯人と、まあ、言われているおぼしき人物の映像になります。あらかじめ申し上げておきますが、間もなく右上の人物に動きがあると思いますので、皆さんご覧になってください。その後人物は何度か体勢を変えております。そして今男性が体勢を変えた後立ち上がり、プールサイドを歩いて画面の左の方向に向かって歩いているという場面がされています。ああいう体勢でカメラとレンズの切り離すことができるかどうかというのも私は素人ですがちょっと不自然に思うんですが、皆さんどう思うでしょうか。先週の有罪判決を受けてすごい悲しく思っています。これだけの映像も出て裁判官が僕ではないということを言ってくれたにもかかわらず有罪判決を出たっていうことに関してすごい悲しいですし、やはりこの映像をもって有罪になったのではこれ以上戦っても無意味だということを思い、裁判は勝たなきゃ意味がないと思っているので無意味だと思って控訴することを選びました。以上です。富田選手にとっては濡れ衣をそのままかぶるということになるわけですが、それでいいんですか。よくはないですけど、判決文などを読んでまるで僕の話を聞いてくれなかったような判決ですし、まるでこっちが立証責任があるような感じで第三者は映ってないとか難しいなと判断しました。もう水泳はやめるんですか。今給料も何もないですし、別に何かサポートがあるわけではないので難しいと思います。